行けすか。いくぞ。1、2、3の人生のためのゲーミングだ。はい、皆さんこんにちは。そしたら実況パワープロレスリング96マックスボルテージ、引き続き実況解説の方を始めていきたいと思います。前回はですね、超日本プロレスのベルト奪取に成功いたしまして、早速お化け見たということになるか、全部下がるからね、お化け見るとね。前回超日本プロレスベルト奪取して、まあ、チャンピオンになりましたんで、はい、今雑誌の方にもね、新王者誕生ということでプロレス雑誌にも紹介されております。永田影虎選手ですね、に見事勝ちましてのベルト奪取ということになりました。で、今後の展開なんですけど、まあ、すぐに、まあ、今度ね、目標が4冠王になることなんですけど、まあ、すぐに椎名選手が作ったリアルズっていう団体に移籍することも可能なんですが、そうするとちょっとね、何が何でも防衛戦をしないうちに他団体に移籍するっていうのはちょっと、まあ、社会人としてどうなのかなというところがありますので、しばらく超日本プロレスに籍を置いて、まあ1戦2戦、防衛戦を終えてからリアルズにね、移籍しようと思います。やはり防衛戦をしてこそ、まあチャンピオンと言いますか、何が何でもね、すぐ取ってすぐ違う団体に行くっていうのは、なんかこう損得感情で人生を生きてるような感じがしますので、そういう人生は嫌ですのでね、私的にはね。やっぱりこうある程度義理は果たして、社会人としての生活を送るっていうんですかね、損得感情で物を考えるっていうのはあんまりよろしくないかなっていう。これも学校教育の影響なんでしょうか。点取り勉強ばっかりしてるとね、どうしても人生損得感情で生きてしまうという人間が形成されてしまうと思いますので、こう選択肢の多いね、人生設計、人生をね、送ることができれば、ちょっと現代の日本社会はね、なかなか、こう、一発の受験で人生が決まるっていう、もう、すごい生きにくい社会ですからね、そういうのは、改めていくべきだと私は思ってますね。鳴海浩二選手、リアルズ行くということで、あの方は確かアマレス出身じゃないわ、超日本プロレスにいたんだけど、その格闘技トーナメントに出場することができなかった選手ですね、鳴海浩二選手。私が候補になってしまったので。そして超日本プロレスでなかなか芽が出ないと思ったんでしょうね、リアルズに移籍することになりました。で、もう一人、坂東選手ですね。坂東長人選手っていう、ちょっとなんかターザンみたいな髪の、選手がいたんですけど、あの方はですね、今後、デスマッチの団体、ボムっていうね、デスマッチの団体を立ち上げる方になります。なので、あの方もちょっとスタイルを探してる状況ですね。超日本プロレスのスタイルでなかなかこうちょっと燃えることができなかったんだと思います。なのでちょっと新団体のリアルズに移籍ということですね。大鳥デッカ、対するはアレックス福永。
この試合はシングルマッチ60分一本勝負、実況は私肘吉成がお送りいたします。ベルトをかけた大事な一戦です。さあ序盤から速い展開を見せます。バックダッシュ、大森ですか、吹っ飛んだ、足を取って。ということで防衛戦第1試合目はアレックス福永選手との試合となりました。実況の辻さんもなかなか早い展開ですねっていうコメントをねしていただきましたけども、本当に早い展開かなと思います。体力面はまだ私半人前なので、あのトレーニングの様子でそれは確認できるんですけど、あの油断するとベルト持ってかれますので、ちょっと攻撃中心の試合になってしまいますけど、だいぶね、あのミドルキック一発で相手を片膝状態にすることができるようなレベルには上がりましたね。がっつり組み合った、エルボー、かなりのダメージだ、激突。ミドルキック、この当たりはうまい、これでもか、殴り蹴るの応酬です、これでもか、激しい打撃戦です、さらに、さらにダメ押し、殴り蹴るの応酬です、土手払え、激しい打撃戦です。で、このミドルキックをはじめとするこの打撃のモーションなんですけど、ウェイトがね、ウェイトオーバーになってくるとモーション若干遅くなりますね。ほんと若干ですけど、おそらくゲーム制作会社の方多分計算してるんでしょうね、変数点も入れて、打撃のモーションは微妙に変えてると思います。まだウェイトがまだ足りない状況やったかな。180はあるんですけど、身長で多分110キロか120キロ前後ぐらいは多分いけますね。体重が増えすぎるとウェイトオーバーって言われますから、足ばっかり狙ってるんで、辻さん動きを止める作戦かとかね言ってくれまして、試合の状況にを反映させた実況をねしてくれるので、本当この辻さんは助かります。
さあ飛ぶのか、ロープに振って捕らえる。コーナーからの飛び技についてなんですけど、あの自爆したとしてもあのダウンしない技っていうのはすごく使い勝手がいいですよね。今みたいにこうダイビングチョップしたんですけど、まあ、自爆したとしてもすぐ立ち上がることができると。同じような技の系統で、まあ、フットスタンプ系ですよね。あのダイビングフットスタンプとか、女子プロレスの方よく使うのはムーンサルトフットスタンプとかね。ムーンサルト、うん、あの宙返りしながらフットスタンプするっていうちょっとすごいあのウルトラ級の技があるんですけれども、あれも自爆したとしてもあのそのままねダウンすることなくスタンディング状態に行きます。これはかなり効いている。カウント2、跳ねのけます。で、まあ、ムーンサルトついでね、あのムーンサルトプレスですよね。あのムーンサルトプレスもあのラウンディングボディープレスという表記になるとあれは立ち上がることができるんですよね。実況パワープロにはないんですけど、あのファイプロの方にはラウンディングボディープレスとムーンサルトプレスを使い分けて、2つの技が収録されています。でも実況パワープロの場合はムーンサルトは普通に自爆するのであれなんですけど、いい攻防ですね。バックの取り合い。でバックからのタイミングってねちょっと難しくって、あの 汗とか飛び散りませんので、もう組んでバックから組んで何秒かな、もう 0. 何秒ぐらいのこの時間をこう感覚として身につけておかないと多分バックからの攻撃はかからないと思いますね。なかなかこのゲームバックを取るチャンスがないんですよね。ブロッキー状態にしてバックを取るか、相手がこうつかみの技がスカった時に後ろからつかみにかかるか、であとリングがこのデスマッチのリングになってた場合、相手をロープに振ると遠距離だと相手ね、あの有刺鉄線の手前に止まるんです。その止まったところを見計らって後ろからつかみにかかる、そしてバックを取るという方法がありますね。まあ、私が知ってる中ではこの3種類ですかね。でもいずれにせよバックを取るチャンスは少ないのがこのゲームの特徴だと思います。ラリアット闘志むき出すです。いったー、エルボーやりたい放題だ。さあ大鳥デッカチャンスです。わしが攻め、熱っぽく攻めてまいります。おっと、そして DDT 超破壊発砲、ダメ押し、がっちり組み合った。2発目、なんと攻めがありません。さあ返せるか。カウント 2.9、 さすがです。カウント2、さすがです。さすがです。ちょっとしつこいか。おっと、そして DDT 超破壊発砲、やりたい放題だ。アレックス福永まだ試合をしていない。やるね。さあそして DDT やりますね。ホボリングの中央。おっと、お前なんか相手にしてないんだよ。決まりました。大鳥デッカ文句なし。パフォーマンスしたから勝ったろっていう感じはしないでもないか。ということで見事防衛戦第1試合目、アレックス福永選手に勝利という形になりました。まだ体重100キロいってなかったのか。110キロは欲しいですよね。182だと。バンド選手合わなかったということで、
格闘スタイルではないですよね。よし。そしていよいよ念願のフェニックススプラッシュを習得することができましたのでエディットいたします。背面向きですね、フェニックススプラッシュ。多分当時のプロレス、90年代のねプロレスの中で一番最高の飛び技は、私が挙げるとしたら一つはフェニックススプラッシュなんですよね。もうハヤブサ選手、もう今は亡きハヤブサ選手しか使えなかったのかな。まあ、一説によると、初代タイガーマスクが考案して、獣神サンダーライガー選手が、形を、まあ、少し発展させて、ハヤブサ選手が完成させたという技って言われてるんですよね。あれが決まったら、まあ、かっこいいですよね、純粋に。うん、本当に純粋にかっこいい技ですね、フェニックススプラッシュはね。で、私もフェニックススプラッシュ今習得しましたので、試合でちょっと使っていこうかなと思います。まあ、実際の試合はもう一発でフェニックススプラッシュを決めるっていうのが、まあ実際のプロレスなんですけど、まあここはゲームですので、乱発していこうかなと思います。意外と当たり判定、飛び技によって当たり判定が変わってくるので、ちょっとそこも辺も確認しながら、やっていきますね。そうね、まだ新しい団体ボムは立ち上がってない。で、ここでですね、今月7月は防衛戦になります。で、今、この時点で移籍を申請しておくと、来月の8月には次の団体に移動になりますので、移籍を申請しました。大鳥デッカ、迎え撃つはソロモン宇津美。この試合はシングルマッチ60分一本勝負。実況は私、肘越成がお送りいたします。ベルトをかけた大事な一戦です。さあ立ち上がり様子を伺っております。大鳥デッカ、そしてソロモン宇津美。ソロモン選手顔がでかいですね。両者隙を見せません。もう背筋がすごい盛り上がってた印象ですね。腕引きにソロモン宇津美、腕を決められています。フェニックス使おうかな。どっかで使えるタイミングがあったらフェニックススプラッシュ使いますね。で、あと、まあ、ちょっと上げるとしたら、道のくスペシャル1号2号ですね。最高の飛び技。場内からね、相手が場外で、側転して、ラーキブラータというか、背面飛びをするのが、道のくスペシャル1号で、トペコンヒーローになるのが道のくスペシャル2号なんですね。で、一応このゲームに、フェニックススプラッシュがね、300ポイントだったんですけど、同じ300ポイントに再造スペシャルっていうのがあるんです。で、その再造スペシャルが、この道のくスペシャル1号ということで、場内からね、側転してから、月面宙返りをするという技なんですけど、ちょっともう私ね、フェニックススプラッシュエディットしてしまったんで、残念ながら再造スペシャルは
コンバートすることができないんですけど、あれをやるとね、実況の辻さんがね、ヒヤッホーって言ってくれるんですよ。あれがちょっと快感で、でなかなかちょっと動作に時間がかかるんでね、あの結構かわされやすい技になるんですけど、このゲームね、あの場外への飛び技はね、一旦パフォーマンスをしてから、走る方向プラス R ボタンで走っていかないと出ないんですよね、場外への飛び技が。ですので、どうしても時間がかかってしまうので、もうかなり相手がグロッキーかつ、まあ、あの体力が減ってる状態じゃないとかからないし、そういう状態であっても相手が寝転がる余裕を与えてしまうので、なかなか飛び技使いにくい、当てにくいですね。このソロモン宇都美選手、あのラリアットが得意ですので、ちょっと腕を殺していきます。おっと、そしてドラゴンスクリュー、大鳥デッカ大技を決めます。場外へ飛ばされた、腕を落としていった。そして立ち上がりが早いな。今のねアームホイップ、もうちょっとリングに近かったら、あのままリングに上げることができるんです。ダブルクラッチ、大鳥デッカ場外に降ります。ブナイテ、さあそしてロープに振ってドラッキック、ドラモン打つに、これはたまりません。つま先がちょっと当たったみたいな感じで、ね、ダメージが大きいか。ロープに振って、ああ、オーダーポストに激突、これは強烈、ドラップキック決まった。ソロモン打つにダメージが大きいか。果たして何が出るか、腕を取って投げに行った、腕不思議、ねじっこく攻めてまいります。土手っ払い決まりました、腕不思議、腕を決められています。蹴り上げる、おっと、そして DDT オボリングの中央、さあ返せるか、ソロモン打つに返しました、土手っ払い。もうカウント1も入ってないのか。激しい打撃か、ドラゴンスクリュー、これはたまりません、腕不思議。おそらく関節技は締め技ばっかりやってると体力は減らないんですよね。腕回り足回りのパーツの耐久力は減るんですけど、体力自体は減らないので、まあワンカウント入る間もなく返されたんだと思います。なんでちょっと体力を減らすに切り替えようかな。まあここまで腕痛めつけたので、もうちょっとやろうか。で腕痛めつけられるとガードが下がってくるのと、あの腕を痛めとるグラフィックになるので、それが合図ですね。ガードは下がらんか。おお、サソリ。あれも厳密に言うと、サソリ固めって表現するときと、スコーピオンデスロックって表現するときとで、ちょっと技が違うんですよね。サソリは一般的な、サソリ固めで、なんですけど、あのスコーピオンデスロックって表現するときは、あの長州力選手が使うときにはスコーピオンデスロックっていう表記になります。ためが違うのと、あの足つま先のロックの仕方がね、あの長州力選手 の独特な技になりますので、で今あのソロモン内海選手
腕を痛めとるグラフィックになったの分かりましたかね。あれね、ちょっと流血にもなってるんで、ちょっとあれですけど、あの片腕をちょっと押さえてるっていう、まあ、なってくるともうしばらく腕の方を締め技、関節技、グラウンドをかけるとギブアップするかなっていうところですね。と言いつつ、まだ私関節技の技量がそれほど高くないので、ギブアップしてくれるかどうか分かりませんけど、ずっとフォール勝ちでしたので、できたらギブアップ勝ちを狙いたいかなっていうのが正直なところですね。ミドルキック決まりました。おっとガッツリ組み合った。さらに激しい打撃戦です。さらにガッツリ組み合った。ドラゴンクルー大技を決めます。腕引きに腕を決められています。ミドルキック決まりました。これでもか。いい動きです。これでもか。さあバックを取った。今みたいな感じですね。相手がこう組み技すかして、相手の組モーションすかして後ろから決めるっていうね、後ろから掴むとバックが取れます。よし、ようやくギブアップで、脇固めで勝つことができまして、これでね、防衛戦第2回戦第2試合目も防衛することができました。そして、いよいよリアルズに移籍になりましたね。実はちょっと背景が変わります。坂東選手、さあ自分のスタイルを確立していただければ人生は開けます。で、言いつつフェニックススプラッシュを出すのを忘れてたということで、さあ移籍初めてのリアルズですね。で、基本トレーニングの場合は一緒ですので、ほほほ、鳴海選手なんか因縁があるのかな。まあ、望み通り答えてあげましょう。いきなり攻撃で頭の頭髪が青って、なんかイガグリ頭なんですかね、この鳴海選手。超日本プロレスの癖が残ってますね。プロレスキックですやんか。リアルズに来たんだ、で、リアルズに来たんだったら、ローキックとかミドルキックとかね、すぐ連射ができる技を習得しないと、上には上がっていけないと思いますが。これはアキレス腱固めですね。ちょっとヒールホールドとよく似てるんですけど、グラフィックが。今のはアキレス腱固めです。両足でガバッとこう太もも挟んでるんでね。ヒールホールドはちょっと、ま、かかとあの脇で挟んでるんで。今のイベントなんですけど、受付のお姉さん、お茶しませんかって今選択したので、そうするとお父さんにチクっちゃうぞっていうことなんですけど、
あれね、もう一つのコメントを選択すると誰の娘さんかっていうのが分かるんですよね。あの受付のお姉さん誰だと思います？正解はですね、タイタン城のうちコーチの娘さんなんですよ。そうなんです、タイタン城之内コーチの娘さんでしてね、あのコーチの顔であの綺麗な娘さんが生まれるのかという、まあ、トンビが鷹を産んだみたいなね表現が当てはまるんでしょうけど、でさてこう、まあ、リアルズ第1戦目なんですけど、まあ、今までの実績がありますのでいきなり第3試合からのスタートになってますね。まあ、格闘トーナメントも優勝してますし、あの超日本プロレスのチャンピオンでもありますので、まあ、第3試合から様子見という形になります。で、あのマットのね、あのシートもリアルズというちょっとかっこいいね、あの衛星ですかね、あの惑星の周りに衛星が、あのちょっと土星のリングのようなね感じでリアルズとイタリック体で書かれてますけど、まあ、衛星放送をしている団体ですのでね、本当かっこいい、かっこいいロゴかなと思います。で今回からあのリアルズのルールで、あの UK のルールですね、リアルズのシュートルールっていうんですけど、それになってます。で、あの画面上部にダウンとエスケープ、それぞれ青コーナー赤コーナー用のねダウンとエスケープの文字が見えるんですけども、ダウン、あの要はグロッキー状態ですね、スタンディング以外のグロッキー状態、まあ、今みたいなダウンのグロッキー状態になるとダウンポイントが1つ追加されます。で5ポイント貯まった時点で、負けとなりますね。でその下のエスケープなんですけど、あれエスケープはグラウンド技かけられてる時にロープに逃げるとエスケープボタンが、エスケープポイントが1ポイントつきます。2ポイントどうだったかな、2ポイント3ポイント目でダウン1やったっけ、それか2ポイント貯まった時点でダウン1やったかちょっと忘れたんですけど、ですのでシュートルールはどっちかというとこうスタンディング選手ですね、打撃選手が若干有利なルール作りになってますね。ちょっとフェニックス出せたら出したいなと思うんですけど、であとこのリアルズの場合はあのランバージャック制といいましてね、あの場外での試合ができなくなってるんですよね。場外に落ちたら強制的にもうあのリングに戻されます。コントローラーの操作不能です。今のがねフェニックススプラッシュです。ちょっと上やったけ、上のコーナーやったけ見えんかったですね。ちょっともうちょこれも見えんかもうフェニックスでダウンしてしまいました。ちょっと早いモーションだったので分からんかったかもしれませんけども、まあ、後方からあとひねりを加えての、ボディープレスですね、やります。
釣り餌はちょっとやらんで。はい、ということで、まあ、リアルズに移籍したところですね。まあ第3試合ですので、まあ、チャンピオンリアルズでのチャンピオン戦にを迎えるのは、まあ、時間の問題なのかなと思いますけれども、まあ、早々と、まあ、リアルズでもチャンピオンになって、さらにね、あの四冠王に向けての道筋をどんどんね道を歩んでいきたいと思います。人生のためのゲーミング。